こんにちは、ゆうです。バズラのお時間です。はい、今日はほんまね、19時のあの動画、普通の動画お久しぶりですね。ずっとね、柴犬丸で、無課金サバカ柴犬丸で、ちょっとね、奥ちょい挑んでたんですけど、ショートでも言ったんですけど、全然勝てなくて、はい。よろしければ、15時にね、毎日、はい、15時、最近ね、無料ガチャ、ショート動画アップしてるんで、そちらもご覧いただけると嬉しいです。で、今回はですね、ちょっと勝てないということで、はい。前々からね、ちょっとやってたんですけど、はい。今回ね、コマさんでね、まあ、神丸アカウントなんですけどね、はい。初代メインアカウントの。コマさんで、ハンティング降臨にちょっと挑戦していきたいと思います。はい。最近ね、ちょっと、パーティーご紹介しましょうか。それでは、どうぞ。妖怪柱コマさんですね。はい。妖怪柱コマさんですね。はい。パーティー名。はい。それではね、パーティー編成にご紹介しましょう。何言ってるか分からへん。はい。コマさんとふみちゃん、リーダーさんとコマさんとふみちゃんに、聴覚性7コンボ強化。で、リーダーチェーン体制に HP プラスの最上位のやつを一つに、それで、インドラ武器ですか。はい、インドラ武器です。で、こちらが、つゆりかなおさんですね。かなおさんに聴覚性全パラ強化、上限解放スキッチン2つ。充電ガチャパワーつけております。で、こちらが、ダキです。ダキやったっけ？ダキですね。はい、ダキに、スキッチェーン4つ、悪魔キラー2つ、それで、イノスケの武器つけております。で、こちらが、橋平イノスケですね。はい、イノスケに上限解放、聴覚性が上限解放2つ、上限解放に悪魔キラー1つ。で、カナオの武器ですね。はい、こちら。はい。倍の耐性も補いつつね、っていう感じですね。はい。で、こちらが、鬼殺隊かし、橋平イノスケですね。はい。聴覚性全パラ強化に上限解放、悪魔キラー。で、これ、ハロウィンの、何やったっけ。ちょっと忘れてたんですが、ハロウィーナ姫の武器ですね。はい。こちらの上限解放に悪魔キラとなっております。で、こちらが、ちょっとつ猛進、橋平伊之助ですね。はい。聴覚性全般強化に、上限解放、悪魔キラーに、これが、超転生命名の武器ですか。はい。つけております。バインローがね、伊之助はね、もうちょっと、あれなんです、ないんですよ。はい。で、リーダースキャッキーを4個以上つなげて消すと、ダメージを激減、2コンボ加算。木の2コンボ以上で攻撃力が30倍。回復力が2倍、固定1ダメージとなっております。最後にね、コマさん&フミちゃんのリーダースキルをご紹介しておくと、受けるダメージを半減。もうデフォルトで半減なんですよね。はい。7コンボ以上で軽減、攻撃力が21倍、固定300万ダメージ、貴族性の回復が3倍となっております。で、今回、木染めという感じですね。はい。それでね、もう、環境は最強、もう、いや、もう現環境最強キャラランキング1位なんで、コマさんは。はい。なんですけど、ちょっとね、一人ちょっときつい。ちょっとね、僕のパズル力不足で、はい、ちょっと一人じゃきついんですよね。今回は、それで、ちょっとね、ある、まあ、妖怪ウォッチ、まあ、僕ね、そのビジネス妖怪ウォッチファン、ビジネス妖怪ウォッチ好きじゃないんですよ。ちゃんとね、メダルとかを持っててね、はい、普通にね、ガチャガチャ吹いたりとかしててね、皆さんのパズル出てるキャラで言うと、何かな、バクロバーとかですか？バクロバーとか、はい、あとトゲニャンとか、トゲニャンは出てへんか、トゲニャンとか持ってるんですよね。よ、僕コマさん出なかったんですよ。はい。で、今回は、はい、ちょっと協力プレイでね、コマさんの相方に、はい、来ていただいております。それではね、コマさんのお相手をお呼びしたいと思います。はい、今ね、ちょっと相方を呼びました。はい、コマさんの相方を呼びました。コマさんの相方というのはね、もちろんね、こちらでございますよ。はい、アシストとはね、ちょっと活躍させていただきます。お相手のお時間をいただくのでね。それではね、コマさん対、コマさん&ジバニャン。それではね、最高！鬼討伐任務に行きましょう！お願いします。さあ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 。へぇ。トゲがしんどいんよね。ギャーン、ブルブルっていうわけやからも出てるけど。ちょっとあれやね。悲しいほど誰に言うてんねん。よし、じゃあね、これまずね、これ玄武七星神使います。で、この吸血鬼のおもてなしはちゃうわ、ちゃうちゃう、これ出た面で意思を決める、威嚇しましょうか。よし、で10連ガチャパワーつけて、んで、ちょっと待ってね、これで、これでちょっと威嚇しよう。置きに行こう、置きに行こう、置きに行こう。よし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 。
置きに行ってちょっと威嚇して、鬼といえど威嚇効くんでね。鬼にならないなら殺す。よしよし。鬼にならないなら殺す。妖怪やってこっちは。さあ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 、コマさんがオッケーオッケー、スキル貯めていこう、スキル貯めていこう。オッケー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 。じゃあスキル貯めていくんで、ちょっと待って、トゲもねちょっとしんどいんでね、トゲ抜きしようか。コマさん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 やコマさんやコマさんや。あ、ちょっとトゲ抜きするにはこうしたらいいんか。あ、こうしたらいいんか。よし、はい、よし、オッケー。さあ、オッケー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 。上に戦い続けよう。コマさんに言ってるんか、それは。さあ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 、お相手もね、多分ね、もう鬼滅のキャラめちゃくちゃ入ってるんで、はい、ジバニャンもね入ってるんで、全然余裕やと思います。はい、オッケー、ナイス。さあさあ、フロあらだたしいな、こっちは。オッケー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 。トゲもね、もうないんでね。はい、そっか、コマさん行きましょうか。あ、これこいつ、ダキ使うの忘れた。ね、これがね、4ターンの間ダメージを軽減してくれるんで。俺の踏み台となる。で、美しく強い鬼は何をしてもいいのや。そんなことあらへんわ。かわいい、かわいい妖怪が大正義やろ。オッケー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 。はい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 。はい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 、これでいいかな。キー振ってきて。これ多分ね、昨日2個も決まってないんで全然なんですよ。オッケーオッケー。危ねえ、僕コマさん役に立ってんけど大丈夫かな。俺と永遠に戦い続けよう。コマさんと永遠に戦い続けよう。さあ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 、さあ、うえ、ナイスナイスナイス。ジバニャンがナイスや。わしはさらにイライラしてきた。そんな言われてもね。オッケー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 。よし、ここからね、これ貼ろうか、これしようか。ランクイカリ。オッケー。ラングリガリ、何言ってるかちょっとあんま覚えてないよね、鬼滅。僕ほんま正直。よし、これで落ちか。あと10個も決まらないか。うーん、どうしよう。危ねえ、ギリギリ合っててよかった。よし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 、これと永遠に戦い続けよう。コマさんと永遠に戦い続けよう。よし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 。さあ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 。ナイスジバニャン。ナイスジバニャンです。うい。ほぼほぼジバニャン倒しまってるね、僕。ありがとうございます。へえ、へえちゃうわ。へえちゃうわ。今からね、妖怪に変われるんや。皆殺しにせねば。倒すのは鬼殺隊コマさんとジバニャン。コマさんとジバニャンや。することに何か不満でもあるのか。よしよしよし。でここで4個あるやろ。ちょっとね、指は後で戻したいんで、インドラ貼ろうか。インドラ貼ろうか、コマさんの絵の。よしよしよし、はいはい。4個消ししないと意味ないんで、はいはい。はい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 。よしよしよし、頼むわ。ちょっと光寄せてきてくれや。全く立ってないねんけどな、コマさんが。コマさんが全く役に立ってない。コマさんと永遠に叩きつけよう。コマさんが全く役に立ってないっていうね。はい、
コマさんだけじゃ勝てないけど、もうジバニャンといれば最強よ。あれなんよね、ちょっとあの鬼滅コラボの貴族性キャラとね、コマさんが絶妙に相性が悪いっていうね。ね、そうなんですよね。よしよし、おい、ナイス、オッケーオッケー、いいよ、しょ、オッケー。さでもついてくるか。たれ前はコマさんとジバニャンやぞ。術で埋め尽くす。術式反転。あか。終わりだ。終わりだ。強圧メイハー。強圧メイハー。決起術。無限合術。決起術。コマさん＆ジバニャン。よし、これ使いましょうか。よし、これで指伸ばして。ちょっとつ猛進、ちょっとつ猛進したらね、もう指は伸びるんでね、ちょっと待って、ね。ちょっと待って。はい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 。はいはいはい。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 はいで、ちょっと待って、ちょっと待って。これは、こうして、こうして。ちょ、もう無理やわ、本末ルーレット。多分耐えれる。オーケー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 。耐えれた。さすがコマさん、常時軽減。おっしゃ、ルーレット浮気しもて、縁に戦い続けよう。さあ、ね、僕赤さんのおかげで屋上取れたからね。ほんまにコマさん最近は何もしてなくない？なんか大丈夫かな。十字決めて、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 ほいナイス、ほいナイス、ほいナイス。お、水も、水を持ってくると、水を、おお、そうかなんか、これたまにあるよね、なんかその見えへん時、うえ、ここパスしようかな僕。愉快極まれり、愉快極まれり。表明、挨拶。って思ったら、はい、けだものの呼吸ありましたんで、ちょっとこれで軽減を、軽減ちゃおうか、こっちか、軽減、こっち軽減貼りまして、屍を晒して俺の踏み台となる。で、血球術、バッコ調量、バッコ調量して、はいはい、よしよし、はい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 、あー、ちょっと待って、指伸ばさせてた。オッケー、10コマ、10コマいけんか。いい、こっきりな。オッケー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 、耐えれたで、耐えれたで。コマさん全く何も活躍してんよ、気がするけどね。俺と永遠に戦い続けよう。よし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 、よし、うわい。で、コマさんがぐだることによって、このね、暗闇とかも解除できるっていうね、え、解除してまったんか、あれ。よし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 、オッケー、オッケーオッケー。さあ、ボスですね。へぇ。ギャーン。最後ぐらい決めましょうか。弱い者いじめを。散々、煽ってきた妖怪たちの怒りを。よし。じゃあ、これでね、ワンチャン、ちょっと待って。ね、ちょっと、これを使いまして、はい。で、カナンを使います。これで、操作時間を伸ばします。あ、逆やったね。逆やったかもしれない案件出ましたね。はい。まあ、大丈夫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 。指はある、指はある。iPad の利点は指が見やすいってだけなんですけどね。はい。これでいいか。よし。もう一度、落ち込む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 。おし、よし、よし。コマさんが最後。よし。ナイス、ナイス。さあ、勝ちましたね、妖怪たちで。はい、反転がクリアでございます。
ちょっとね、お相手のジバニャンにね、お礼言ってきます。こんな感じでございましたね、妖怪柱コマさん。はい。どうでしたでしょうか。はい。ね、お相手のジバニャンのね、チャンネルはジバニャンチャンネル、はい、概要欄に貼ってます。よろしければ、そちらもチェックしてくださると嬉しいです。ついでにね、僕のその概要欄に貼ってある X と TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。はい。じゃあ今回この辺でお開きにしましょうか。そんでね、本当に、この、あのね、コマさん、妖怪ウォッチ VS、十二鬼月の上限の鬼は妖怪ウォッチのコマさんとジバニャンの勝利でフィニッシュです。それではね、今回の相手は私コマさんとジバニャンでした。それではバイバイ。